皆さんこんにちは、岡田克也です。昨日の海江田代表とそして安倍総理との党首討論、どういうふうにご覧になったでしょうか。まあ、いくつか私の感想を感じたことを申し上げてみたいと思います。まず安倍総理は最近の中国戦闘機の異常接近の問題や南シナ海におけるベトナムの艦船に対する中国の船の衝突などを取り上げて、非常にこういう問題が今現に起きているじゃないかと、何もしなくていいのかと、そういった調子で煽り立てました。我々は当然日本の周りに起きている現実をしっかり踏まえて安全保障政策を考えていく必要がある、そのことには私は異論はありませんけれども、しかし国民の前で総理がやるべきことは冷静に必要性を説くことであって、総理が先頭に立って煽り立てていると、国民感情にを刺激して危機感を煽り立てて、それで政策を安全保障政策を強引に進めていくというやり方は、これは本来リーダーとして取るべき態度ではないと、そういうふうに感じました。そして海江田代表の質問にはほとんど総理は答えることはなかったわけですけれども、重要な問題について全く答えていないというふうに考えます。まず第一は、なぜこれだけ短期間で閣議決定を目指しているのか、この国会中にという指示を出したということも伝えられます。歴代内閣が集団的自衛権の行使は現行憲法の下では認められないということを明言してきました。当然国会での議論の蓄積積み上げもあります。そういう中で、そういったことに顧みずに一内閣でしかも記者会見をして、わずか1ヶ月という短期間で、その方針を軽々と変えてしまうということの重さ、問題の重さということに十分考えを致すべきだというふうに思っています。これだけ簡単に変えてしまいますと、また内閣が変われば憲法の解釈が変わるということが行われるというふうに思います。何よりも戦後の国会での今までの各先輩が行ってきた議論というものに対する敬意というものが全く感じられない。自分がやりたいことをやればいいんだと、さしたら説明のないままに進めていく、そういう姿勢に非常に大きな危機感、危惧感を感じました。安倍総理は閣議決定以外に指針のようなものを作って、例えば他国の領土領海に武力行使の目的を持って自衛隊を出し、そして戦闘行為をすることはないというようなことをそこに書くという話も聞こえてきます。これも十分な説明をされていません。その指針なるものが内閣政府の単なる指針なのか、それとも憲法解釈から出てきて憲法解釈の結果としてそういうことはできないということを確認しているのか、そこのところもよくわからないわけであります。憲法上は集団的自衛権について必要最小限であったり、そして我が国の存立に関わるような重要なことであれば、つまりそういう抽象的な文言を形式にでも満たせば広くできることにして、そして指針でそれを縛るという考え方なのか、そもそも憲法解釈としてそういった他国に武力行使の目的を持って行って、そして戦闘行為をするということは憲法9条が許していないというふうに考えるのか、そこのところも全く明確でないわけであります。いずれにしても議論すべき点はたくさんあります。一つ一つ丁寧な議論が求められます。具体的事例についてもそうです。公明党と集団的自衛権の具体的8事例について、議論はまだ始まったばかりです。そういう状況下においていきなり閣議決定をするというのは、これは私は日本の政治にとって大きな危機だ、
民主主義にとって大きな危機だ、そういう基本認識を国民は持つべきだと思います。